こんにちはっす。ハローです。来たねチャスカー。70、75、あ、今75連なんだ。じゃあ次で出るじゃん。あ、しかもディッシュ出るでしょこれで。はい、これは、うわお、すげえこれ、え、かっけーえ、かっこよ。これで上から、あ、おお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 お、絶対絶対こいつ強いぞ。おお、これはお、かっこよ。風が立つぞ。ビン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 、あ、え、あら、ビン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 、ボーンボーンあー楽しい、え、めっちゃ楽しい、このキャラ今だ、楽しすぎる撃て、おいおい、飛べるのがお前だけだと思うなよ。うほっつえー、これでどうするんだ。んー、え、これどうすんの。え、これどうすんの本当に。絶対違う絶対俺オロルの使い方違うだってわかんねえんだもんこのキャラどう使うんだよ。なにこれ、なにこれ、なに、なにこれ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 、これなに、おお、すげえこれ、めっちゃすげえ、なにこれ、このまま撃てんの、マジで、すごっ、見えなく、よし、じゃあ進めてく、おお、こっちに伸びるんだ。お、でかっ、え、でかくね、おお、海さて、こっちは、こっちも海だね。あ、ちょっと待ってえ、この先全部海。おお、なんかひもよし、じゃあ手合わせお願いします。はい、みんながそばに、はい、おお、なんかこいつなんかいろんな形になる系か。お、すげえ、しかも変身の仕方かっこよ。どこ行った。稲光、はい、はい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 、あ、なんだこのゲージ、なんだこのゲージ、なんだこのゲージ、え、このゲージ何このゲージ何これ。はいはいはい、あ、これやべ、貯めないとダメ系。お、おい、やばい、なんかすっげえだ、すっげえ食らった気がする。ベネットすっげえ食らった気がする。おい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 、お前も出てくんのかい。はい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 、へえ、なんか変なやつ。うん、ここが火翼の集いか。へえ、すーげえ、すごー、なんか豚の貯金箱みたいな家ばっかある。なかなか意味をしているのはサウリアンシャッフルをやってみないか。3匹のククリュウが一斉に飛び立つが、真ん中の竜の動きをよく観察する。はい、真ん中、竜たちが戻ってきたと、真ん中にいた竜がどれか当てられたら正解。あー、なるほどね。はい、真ん中、どうしよう、これでなんかフワッティみたいな動きし始めたら、はいはいはい、え、どっちだ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 、おいおい、ズルだろそれ、おい、ズルだろ。奥に、今多分奥にいるやつ、奥にいて、あ、はい、出てきた、で、今下がってる、今下がってる、下がって、で、こっち戻ってきた、こいつかな、多分こいつ、多分お前だろ、お前ズルだろ。左、これで終わりか。ああ、面白かった。こんなもんしかねえのか。文句言うな。この人が族長か。族長。族長。傷。おお、いや、そ
寒い。ドゥアルテ、どこにいるんだ。ドゥアルテ、どんどん沈んでいく。それにこの辺りを何かが泳いでるみたいだ。どういうことだ。横になってるのに、なんか溺れてるみたいだな。アビス、アビスが来るわ。もうトラウマになっちゃってんだ。ああああ、おい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 、いつ入ってきたんだ。見ての通り、みんなひどく精神をやられている。ああ、もうちょっすげえけどさ、族長が福馬水し食らった後の五条先生みたいな。暗い、寒い、帰りたい。寒い人か、これが。北条の国から持ってきた支援物資の中に薪があったはず。薪、火を起こしたら、はあ、何か変わるかもしれない。どうだ、どうだ、鍋するか、このまま。あれ、水の中に、なんで光が。光、火が光に見えてる感じか。誰かいるのか、助けてくれ。いや、近づくな。ここは水が深い、来るのは無理だ。自分がこんなになってるのに近づくなって言えるこの優しさ、泣ける。俺のことは構うな、早く。ドゥアルテ、ドゥアルテ、君だけじゃ足りないみたいだな。キャンプファイヤーするか。うん、すいません、ドゥアルテって人知ってますか。ドゥアルテ、ああ、知ってるよ。アトコと一緒に育った竜の名前だ。はあ、なるほど。アトコは小さい頃溺れたことがあって、ああ、その時あいつを助けたのがドゥアルテだった。待てよ、これなんかそれがトラウマになったんじゃなくて過去のトラウマが引き起こされた系のやつか。残念だけどあの子はもういない。ああ、4年も前なんだ。4年前のアビスの襲撃で負傷した戦士を乗せて前線から撤退する途中襲われてしまったんだ。ドゥアルテじゃなくてもなんか特徴とかね。これといった特徴はなかったかな。うわ、最悪や。戻ったぞ、気分はどうだ。ドゥアルテ、近づく。大丈夫か。なんでここに。助けに来てくれたのか。そうだよ。お、これで。ドゥアルテ、いや、お前はドゥアルテじゃない。ハローです。みんな食べられてしまうんだわ。でも晴れの胃袋の中で再会するのも悪くなさそうね。気のせいかな。さっきのやつよりもこっちの方が重症っぽいぞ。怖いね。いやさ、ん、アトコが元に戻ったそうだな。さすがだよ。もし人手が必要なら何人か回せるが。族長。なんとか族長、ちょうどよかった。コチッタについてちょっと聞きたいことがあるんだ。コチッタは子供の頃アビスとの戦いで両親を亡くした。はい。当時コチッタはまだ11か12、うん、弟はやっと物心がつくかつかないかの年頃だった、うん、燃え盛る火の中両親が血の海に倒れるのを二人はその目で見たんだ。なるほどね。戦う意志は取り戻したけど心に根付いたアビスへの恐怖が邪魔してくるってことは、うん、もう一度自分の手でアビスの魔物を倒せばアビスなんてそこまで強くないってことに気づくはずだ。見つけた、こいつらにしよう。いけるか。大丈夫か、コチッタ。無理するなよ。頑張れ。お、頑張れ頑張れ頑張れ。頑張れ、頑張れ。いいね、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 いいね。もっといけるよ。いける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 。お、なんだそれ。外した。すごいやん。切るわ、やらないと。お、あ、のお前もか、まだいたのか。お、水付着してるよ。相手水付着してる。おい、からのドン。おー、14000。最後あの技で決めるんだ。やれやれ、いけ。
よーし。めっちゃ熱い。2人目も無事元に戻すことができたな。大変だヤンさん、おことらの様子が変なんだ。お、落ち着け、すぐ行く。さて、もう一人のカウンセリングに向かわないといけないけど、こっちか。クイク、ちょっと手を貸してくれ。あ、いや、そうか、クイク。あ、あ、おお、おお、おお、おことらしっかりしろ。どうしたんだよ。大丈夫か。気をしっかり持つんじゃ。わしらのことがわからなくなったのか。ブロリー、気をしっかり持て。心配すんな、私たちが何とかする。ひとまず気絶させた。アビス侵食症候群。ん？誰？500年経って再びそれを目にするとはな。あ、隊長。幻覚から抜け出せず、薬で解決するしかなくなる。それに備えて我々が開発した薬が制限剤だ。無内の懇願に応じ、イアンサーは隊長から薬を受け取ると素早くオコトラの口に入れた。大丈夫か。まだ礼を言ってませんでしたな。そちらの方はどうお呼びすれば。隊長です。いや、スカピターノでいい。スって何。スって。お前が薬を作れるなんてな。昔医者だったのか。いや、仲間じゃない。制限剤は俺ではなく、グスレットが開発したものだ。グスレットってもしかしてあいつか。オロルンに取り付いてた。もし他にも疑問があれば答えよう。そういえばもう一つ聞きたいことがあった。死の神聖の力を使った以上、ナタは代償として死を払わなければならない。はい。そしてそれに釣り合うのはマービカ様の死だけなの。対戦を経てナタの最大の脅威が解消されそうになった今も、死は微動だにしていない。ああ、確かに。どこでその代償が発動するんやろ。ていうか、なんでシトラリってさ、あのネオの友情コンボのリフレクションリンクみたいなこの紙留めつけてんの。もっとわかりやすく見せよう。見せよう。見れんの。なんか煙もや。不死の呪い。想像以上。見せてよ。彼女が持つ力は。あ、もうちょっと、もうちょっと上。あ、仮面かぶるなよ。何これ。何これ。何触れる。ちょっと、これ触れていいやつなん。これほっといた方がいいだろ、こんなん。したいやん。いや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 、誰。いや、誰。お前もまず誰やし、お前もほん誰やねん。急に本気で行かせてもらう。ロックオン。おお、え、誰。クエニン。人ならざる者は実に厄介だ。お前たちも気をつけておくんだな。不審者。あら、あ、こいつ地方伝説かよ。ちょっと待って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 待
飯食ってここら辺のバフ耐性のやつってさ、重複するっけ、耐性とかここら辺の攻撃のやつって。妖怪反応を受けたから氷と、まあ、炎で、カフカで戦うから炎と雷で、これでまあ重複しないにしてもどっちか片方ついてるから、これでやったろ。これで無理だったら俺今日寝る。もう寝ます。でリシアで殴って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 、ドン。どこ行った、え、どこ行った、どこ行った。あ、この時はさあんま手出さない方がいいと思うんだよね俺は。なんか手出したらやばそうじゃねこれ。よし、これはシュブルーズで、あのチクチク戦法。あ、なんか爆弾置いてあるんだけど、え、あれさ当たったらやばい。え、あ、ちょっと待って、これそういうことか。いや、これ、あ、なるほどね。直撃ダメージの後に爆弾を置く、こいつ姑息だ。アイスフロスター、アイスフロスター。こうしてこうして、あ、まずいまずい。え、あ、なかなかどこ行った。あ、そっちかよ、マジか。こいつこいつ瞬間移動がズルだ、ズルすぎる。いや、削りきれ、いける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 、よっしゃー。